はい、こんにちは、スプレーアートエデンの梅ちゃんとペラちゃんです。じゃあ、国際結婚、国際結婚、うん、日本人だよね。お、日本人ね、メキシコ人ね。文化が違うんですよね。文化が違うね。まあ、いろいろがあるけど、うん、一番なんかメキシコの文化から何が一番、うん、あ、いいなって思ったの。あ、メキシコのいい文化ね。うんうんうん。あ、メキシコはもうね、あれだね、もう家族、家族を一番大切にする。本当になんか病気、病気レベルで家族みたいな南米とかそのラテン系のとこが、うんうん、全部ね、家族思いやのかなと思ったら、うん、スペインとかペルーとかの人も、うん、メキシコ人は家族思いだっていう。あー、みんな知ってる。そう、みんな南米の人がみんな家族思い、日本人よりも家族思いって、もう家族家族家族なんだけど、うん、さらに彼らがメキシコ人に対して、彼らの家族に対しての愛というか、何なんだみたいな。何なんだ、やばいよね。やばいよ。まあ、読み方はね、今には違うからね。じゃあベロが思った日本のいい文化は何ですか？日本ね、喋らなくても、うん、みんなの心がわかる。は、うん、なんていうの、メキシコ人だったら、まあ、これ好きじゃないとかっていう、うん、これいる、いらない、これいるとかって直接言うんだけど、うん、日本人はそんなに直接喋らないけど。今分かった、俺が考えてたこと。眠い、眠いって、あ、ごめんよ。まあ、それなんか心が分かる。言葉がいらないで心とつながってるってことだね。うん、うん、面白いと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ、アディオスアミゴス、じゃあねー。